あ、ここね。わ、すごい。ここで霊が大喜びする義母さん流お墓参りの方法を教えてもらうことに。お線香は向こう三軒両隣にね、計4本ですね、はい、というと義母さんはお線香の束から4本だけ別にすると、まずそのうち1本を無縁仏用として自分の家のお墓に入ってすぐ右側のところにあげました。無縁の仏様でどなたもお墓参りをしてくれない仏様っていうのはとっても寂しい思いをしてるんですよ。誰も何十年も参りに来ないっていうような寂しい仏様がね、これによって癒されるわけですよね。これはあなたがすごく徳を積んでいくことなんです。これはとってもいい病だってことを覚えておいてほしいんです、ね、残りの3本の線香は最も隣接するお隣のお墓に、後ろそれから両横に1本ずつねお線香をあげてあげると、自分のうちの仏様がどんなことがあっても寂しい時でもね、みんな来てね、可愛がってくれるんですよね。引っ越した時の、近所の挨拶みたいですね。そうです、そういうことですね。